ロバート・トット・リンカーン。ロバート・トット・リンカーン。1843年8月1日から1926年7月26日は、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、実業家。第16代アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーンとメアリーとリンカーンの長男で4人の息子のうち唯一成人するまで存命した。共和党に所属し、 ジェームズ・エイガー・フィールド政権及び、チェスター・エイアーサー政権下で、第35代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。その後、ジョージ・プルマンが亡くなった1897年に、プルマン・パレスカー社の社長に任命された。バーモント州マンチェスターにある別荘のは1977年に、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録されている。 ロバート・トット・リンカーンは1843年8月1日に、エイブラハム・リンカーンとメアリート・トット・リンカーンの長男として、アメリカ合衆国のイリノイ州、スプリングフィールドにて出生した。彼には、エディ、ウィリー、タットという名の3人の弟がいた。ロバートが生まれる頃には、父は、イリノイ州議会議員を4期務め、ホイック党の主要メンバーの1人になっていた。ロバート・リンカーンは、 母方の祖母にちなんで名付けられた。父親がアメリカ合衆国大統領に就任したとき、大統領の三人の息子のうち、ロバートのみがほとんど親に頼らず、一人立ちしていた。1859年にハーバード大学の入学試験を受けたが、16科目中15科目の試験に落ちた。その後、 大学に通う準備をするためにフィリップスエクセターアカデミーに入学して1860年に卒業した。それからハーバード大学に入学して1864年に卒業した。との会員でもあった。ハーバード大学卒業後はハーバードロースクールに在籍した。ロバートが初めて父親に対してロースクールへの関心を示した時にリンカーン大統領は やるならこれまでの私以上に学ばなければならないが、あまり良い人生を過ごせないかもしれないねと忠告している。1864年9月から1865年1月まで通ったが、南北戦争で北軍に参加するためにロースクールを去った。メアリート・トットリンカーンは終戦直前までロバートリンカーンを軍務に就かせることをためらい、大統領を困惑させた。 ウィリーの死のショックで、ロバートが戦死してしまうのを恐れてい。1865年1月にファーストレディが遂に、屈指、リンカーン大統領は、ユリシーズ・エス・グラントに手紙を書き、ロバートを直属の部下として配属させられるか尋ねた。1865年2月11日にロバートは、大義に任命され、さらに、アメリカ南北戦争の最後の数週間は、 グラント将軍の側近を務めて実戦から遠ざけられた。ロバート・イーリー将軍が降伏した時にはアポマトックスにいた。父親エイブラハムとは疎遠な関係であったとされる。幼少期は巡回裁判所の判事を務めていた。父親と会話をする機会がほとんど与えられなかったことがその原因に挙げられる。エイブラハムとロバートの親子関係はトーマス。 ロバートの祖父とエイブラハムの親子関係に似ていた。ロバートは私の幼年時代から青年時代初期にかけて出廷したり政治的なスピーチをしたりで彼はほとんど絶えず家にいなかったと述べており、また後年にイリノイ州各地を旅行するためにサドルバックに荷物を詰めている場面が特に鮮明な奥として残っていると振り返っている。ただ、エイブラハムは ロバートの存在を誇りに思い、輝ける人物であると見ており、息子について将来は自分の政治的ライバルになりうるとも考えていた。ウィリーやタットと違い、父親と強い信頼関係を築けなかったが、ロバートは父親を偉大な人物として称賛し、その死に際しては公然と泣きくれた。リンカーン大統領銃撃事件の日の夜は、 報道劇場で感激する両親に同行する誘いを受けていたが、ここ最近、出生してで多くの時間を過ごしたばかりなので疲れが溜まっているとの理由でっていた。メアリーがロバートに、ここを出る準備をするなんてとてもできないわと伝えていたため、1865年4月25日にロバートは、後継の合衆国大統領、アンドリュー・ジョンソンに、彼の家族が、 ホワイトハウスに2週間半ばかり滞在するのを許可してくれるように頼む手紙を書いた。ロバートはジョンソンが合衆国大統領に就任して以来大迷惑と感じていたのに気づいていたことも認めている。父親が暗殺された後、しばらくしてロバートは母親メアリー及びタットとイリノイ州シカゴへ移り住みで法律を学んだ。1866年1月1日に母親、 弟と同居していたアパートを去った。彼は家族と一緒に生活していた時には経験しなかった、幾分か快適な暮らしに順応していくために、シカゴのダウンタウンに自分が住む部屋を借りた。1867年2月22日に、シカゴで弁護士として認可された。その4日後、1867年2月26日に、法律用従事者に認定された。 1868年9月24日に連邦上院議員、ジェームズ・ハーランの娘と結婚した。夫妻は娘二人と息子一人を設けた。まだ空気調和前の時代にあって、ロバートの一家は頻繁に都市生活を抜け出し、涼しい気候のアイオワ州へ旅した。1880年代に一家はハーラン家で夏を過ごした。 1876年に建てられたハーラン・リンカーンの家は現存している。メアリー・ハーラン・リンカーンが1907年にに寄贈し、現在はリンカーン家にまつわる歴史的な芸術品を今に伝える博物館となっている。1871年に悲劇が一家を襲った。ロバートの末の弟のタットが病死してしまい、残された母親は悲しみに打ちのめされた。 母親の浪費ぶりと気候を以前から心配していたロバートは破滅に向かってるのではないかと恐れて彼女をイリノイ州の精神病院に収容するように手配した。1875年5月20日にメアリーはベルビュープレイスと呼ばれる高級療養所に到着した。彼女はベルビュープレイスで3ヶ月過ごした後に脱出を計画した。弁護士とその妻のに密かに手紙を送った。 また、センセーショナルな報道で知られる、シカゴタイムズの編集者宛に手紙を置いた。それから間もなく、ロバートのこの行動は問題視されるようになった。ベルビューの管理者は、彼女が望むように、メアリーが姉と一緒に暮らすためにスプリングフィールドに移動しても、支障ないレベルに回復したと宣言した。この一件から、両者の関係は、急激に悪化してしまい、以後完全に和解することは二度となかった。 1877年に合衆国大統領、ラザフォード・ヘイズから国務次官補への就任を要請されたが、ローバートは辞退した。1881年に合衆国大統領ジェームズ・ウェイガー・フィールドが陸軍長官のポストを提示すると今度は受諾し、続くチェスター・エイアーサー政権でも同長官を務め、1881年から1885年まで在任した。 陸軍長官在任中に発生したでは、ロバートの命令で、オハイオ州シンシンナティに派遣された軍が秩序を回復させるまでの3日間で45人の死者が出た。街の路上で、犬以上に、ホームレスの少年を多く見かけて寄付した、オスカー・ダドリーと共に、1887年に、イリノイ州のに、男子のための職業訓練校を設立した。 学校は1890年に同州に移転した。近年になって、グレンウッドアカデミーに公明を解消し、女子も受け入れるようになった。合衆国ベンジャミン・ハリソン大統領から1889年に、中イギリス講師に任命され、1893年に召喚されるまで4年務めた。ロバートの息子のエイブラハム・リンカーン2世は、このヨーロッパ滞在中にくなった。 こうしたい後に弁護士として民間企業に復帰した。程度の差はあるものの、1884年から1912年まで共和党の大統領候補者あるいは副大統領候補者の指名争いに度々ロバート・リンカーンの名前が上がっている。しかし、本人は毎回断固として選挙戦への関心を否定し、もし候補に指名されても、 いずれの立場も受け入れるつもりがない意向を明らかにしていた。三人の大統領の暗殺事件が発生した時に、ロバート・リンカーンは偶然その場に居合わせたか、その近くに居たかのどちらかの体験をしている。彼自身も、この偶然の一致を認識していた。ロバート・リンカーンはすでに名の知れた俳優であったに死ぬか、重傷を。 追う可能性があった記者の事故から救助してもらったことがある。彼はその後にロバートの父親を暗殺することになるジョン・ウィルクス・ブースの兄でもあった。事故はニュージャージー州ジャージーシティの記者の駅のプラットホーム上で発生した。正確な日付は不明であるが、ジョン・ウィルクス・ブースがリンカーン大統領を暗殺する前、 ロバート自身は1863年終わりか1864年初め頃に発生したとしている。寝台車を購入するために、プラットホームで待機していたロバートは、汽車が突然動き出したために足場を失ってしまった。偶然居合わせたブースが、ロバートが着ていたコートの襟を掴んで引き入えたおかげで、難を逃れることができた。ユリシーズ S ・グラント将軍の側近となったロバートは、 同僚の士官で大佐を務めるに事故のあらましを話した。ブースはその英雄的行為を称賛する馬道からの手紙を受け取るまで救助した青年が大統領の息子であることを知らなかった。弟がリンカーン大統領を暗殺したのはそれから一年、足らず後のことであった。リンカーン大統領支持派であったエドウィン・ブースにとってこの事故の記憶が 暗殺事件後に少なからず慰めとなったと言われている。ジョージ・プルマンの下で、プルマン・パレスカー社の法律顧問を務め、プルマンが亡くなった八百九十七年に、同社の社長に任命された。さらに、1 9十一年から九百二十二年までを、務めた。ワシントン DC での九百二十二年五月三十日の、リンカーン記念堂の除幕式に出席したが、これが、 ロバート・リン・カーンが公式の場に姿を見せた最後となった。アマチュアの天文学者としてバーモント州マンチェスターのに天文台を建設し、1909年に作られた屈折望遠鏡を搭載した。この天文台と望遠鏡は修復されて、現在も地元の天文クラブで使用されている。また、熱心なゴルファーでもあった。バーモント州マンチェスターのの社長を務めた。 1926年7月26日に、ロバート・トット・リンカーンは、バーモント州マンチェスターのヒルデンにおいて睡眠中に死亡した。82歳ボーツ、動脈硬化症によって引き起こされた脳内出血が死因とされた。先に16歳で、敗血症により、イギリスのロンドンで亡くなった息子のエブラハム・リンカーン2世、後に亡くなる妻のメアリーと共に、その遺体は、 アーリントン国立墓地に埋葬されることになった。ロバートはガーフィールド政権及びアーサー政権の閣僚で最後の生存者であり、南北戦争を事実上終結させたアポマトックスの幸福の場の最後の生き証人でもあった。ロバートの長女のマミーは一人息子のを設けた。リンカーン・アイシャムは結婚したが、彼には子供はいなかった。次女のジェシーは 娘のと息子のを設けたが、このうち、ペギー・ベック・ウィズは、生涯独身を貫いた。ロバート・トット・リンカーン・ベック・ウィズは三度結婚したが、自分には、子供はいないと主張していた。ただし、二番目の夫人がこれを否定している。1985年の、ロバート・トット・リンカーン・ベック・ウィズの死により、エイブラハム・リンカーンの直系の血筋は断絶した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。